はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？金曜日の男ミスター G さんご来店。2023年一発目、 G さんは偉い人だから今日正月始まりです。はい、ありがとうございます。2023年始まりました。今年もよろしくお願いいたします。土日は競馬、平日は野球、ミスター G でございます。本年もよろしくお願いいたします。 G 先生、はい、明けましておめでとうございます。はい、初めてでございます、ね。そうですね、ようやく僕の出勤の日が来てしまったかと。先週高木さんとずっと待ってたんですけど、高木さんが、はい、おかしいよね、来ないよね、電話してみますって言ったら、はいはい、今日は休んでますって、はい。僕の中では年末の時に伝えたつもりだったんですけどね、1月6はちょっとっていうことでですね、ただ僕の伝え方も甘かったのかもしれません、はい。野球もそういうもんです。指導者の伝え方が甘くてですね、選手が理解できずにチャランポランなことやってしまうとか、そういうこともございますから。そうか、俺らはチャランポランなんだ。いやいやいや、僕のチャランポランな指示がちょっとおかしかったかなというところでございます。監督の指示聞いてなかったね。いや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 、これも高木さんもでですね、はい、ちょっと僕が思ってるのが、代わりになんか再放送がですね、オレンジウサギバージョンの再放送がいろいろ流れてですね、いろいろ例のごとくですね、皆さんがどんなことをこうお書きになってるのかなって、チェックされた。よくチェックしておりまして。よく言われますからね。あの人チェックしとるぞ、みたいな感じで。でもかなりに、スラムダンクの間彦一張りに要チェックした結果ですね。ちょっと僕2名の方にですね。2名、非常に、角が出ておりまして。ほう、はい。今日はこのチャンネルを使ってですね、はい、その2名の方にですね、はい、反撃したいなと。なるほど。だから2023年一発目ですから、はい、正月ですね、はははははってやりたいんですけど、うん、私のチャンネルですから。いきなり怒りかな。そんな甘えちょろいのじゃやっぱり子供は育ちませんから。そうでしたよね、トゥルルトゥルルトゥル、じいさんの番組でしたもんね。そうです、そうです。なので、もう厳しいところはやっぱ厳しくいかないと。プロ野球だってそうじゃないですか。終月でけれていいんだよいいんだよなんてやってたってそんないいことないんですよ。やっぱりもうちゃんと自分をですね、きちんと持ってですね、はい、やらないといけませんから、はい。今日はその2名の方に関してはおそらくいろいろ小出しにするとは思うんですけれども、あ、かなり厳しい、岸田首相風に言うとですね。思い出した、 AT さんからね、なんか仕事の返事をせなあかんねんけど、はい、後でまた言います、はい、AT さんですか。いろいろ正月はバカンスされたんでしょうね、きっと。羨ましい。でも僕は、僕行ったの？いや、違う、行ってないです。2022年、だから分かりました。2022年は僕、はい、一番初めに AT さんと会ってるんですよ、1月3日ぐらいに。え、そうなの？そうなんです。マシンの。ああ、はいはいはい。だから2022年は調子が悪かったんです。ひどいこと言うな、やっぱりいい人と会ってれば、今年の2023年のように、日本中央競馬協会のレースに関してもですね、はい、やっぱりいい結果が残るんですけど、ちょっとやっぱり負のオーラ持ってこられましたからね、去年は。今日良かったですね、セブンイレブンね。今日めっちゃ良かったですね。セブンイレブンのなんかいちごちゃんとイチャイチャしてきたって話。いや、セブンイレブン。いちごちゃんでしょ。いちごちゃんフェアね。いちごちゃんフェア。いちごちゃんでしょ。いちごちゃん。いちごちゃん大好き。いちごちゃんでしょ。いちごちゃん、いちごちゃんすごい、なんかいちごちゃん推しされて、いちごちゃんから、いちごちゃんからいちごちゃん推しされて、いちごちゃんたくさん買っちゃったみたいな、そういう感じですね。いちごと俺とどっちが好きだよってね。そんなキムタクみたいなこと言ってませんよ。でもやっぱり関市に来て、2023年も始まったんだなっていう、そういう感覚を受けましたね。やっと正月、ちょっとボケてました完全に、はい。やっぱり平日もちゃんと働かなかんなと。やっぱりセブンイレブンに行かないとダメなんだ。セブンイレブンやっぱ行かなかんっすね、いいっすね、セブンイレブンいいっすね、やっぱ、はい。だって関市は多分あそこのセブンイレブンで持ってる市なんでしょう、ね、はい。いや、だから、年末もみんな行ったらしいんだけど、はい、いないと、それらしい人が。いやで、どの人だと、はい、写真を、はい、みんなに見せてくれるか、ちゃんと時間を教えてくれるか、どっちかにしてくれると、俺怒られちゃってさ。あ、なるほど。写真無理でしょっつって、はいはいはい。あ、別に木曜日と金曜日っていうのは、はい、じいさんから聞いたけど、それ以外は知らないってじいさん言ってたよっつって、だって僕も来ませんからね。でも僕も万が一ですよ、イレギュラーが発生して、
例えばその他の曜日とかにちょっとお邪魔しますって言った時は石原スポーツさんのお時間のアポを取るとついでにセブンイレブンでもちゃんと連絡しますよ、はい、いますみたいな感じ、じゃないとだって来る意味ないですからね、だから関市に来ると一石二鳥どころか三鳥ぐらいの感覚なんですよ僕は、はい、だからマイナスにはならないんで喜んできてます。はい、いや今日も良かったっすね。え、皆さんじゃあまだお会いできてないんですか？してないよ誰も。あ、いちごちゃんと、うん、はあ、河野さんも何回か行ったらしいけど会ってないし、はい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 、あのここに出てこないけどミスター T さんも、はい、ミスター T さんは店から間違えてたから あっちの店、そっち行っちゃったんすか、うん、ああなるほど、こっちだから、はい、何曜日だと、はいはい、うん、であのほら農民さんもさ、はい、あこの間、うん、年末に年末に AT さんと一緒に行ったけどさ、はいはい、いないよねっつって、あれ月曜でしたっけ、月曜日ですよね、うん、シャッター閉まってましたもんね、なんかそうそうそう、はいはいはい、農民祭りだから、はいはいはい、臨時休業で、いやまあでもちょっとごめんなさい、細かいところまでは僕もわからないんですけど、もしかしたらまあ僕と遊んでたかもしれないですけどね、うん、ああなるほどね、いちごちゃんの予定ね、うん、知りたいね、また聞いておきます、うん、はい、いやでも金曜日は一応そういう向こうも待ってましたと言わんばかりに応対してくれるもんですから、売りつけられちゃうよ、いやいやいいですよそんな、うん、嬉しい限りです、本望ですいいんですか、あの復讐は、あ、だからちょいちょいこの捕ましたらなかったミスター G 様をコケにするとは許せん、そんなことないでしょ、いやいやいや、もうあれはちょっと半分小バカにしてると思いましたよ、あの親しみを込めて言ってんじゃないのいやシーズン始まったら見とけよと思って、はあ、手早きなんかよいしょ、よし、まあ、でも G さんは、はい、R 商事部長待遇だからね、まあそうですね、だいぶ正月お休みしたんですか、はい、だって28 10連休、いや9じゃないですか、9で1日行って3連休、さすがブルジョワが違うな、いや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 、だから日頃がもうまあね、はい、でも土日休んでるんでしょ、土日はだってもう休まないと、僕だって土日休みじゃないとやっていけないですもん、だって、あちなみに今年の中央競馬、うん、今合計4日間行われたんですよ、うん、で1日12レースで西と東の競馬場で合わせて24レース ×4 96レース全部参加してます、はい、で今週もだから早く今日競馬新聞買って帰らなかったんですよ、そうか、はい、勝ってんの、いや今年いいんですよ、去年は、去年あんま良くないです、良くない、去年やっぱちょっといろいろ石原スポーツさんのファミリーの方にいろいろ小バカにされたんでちょっといかなかったかなと思って、はい、小バカにしてないって、もう本当にじいさん流してくれっていうか、みんな俺仕方なく再放送にしたんだから、ね、回数回らないで大変ですね本当にはい、じゃあいいですよ、またオレンジウサギにちょっと格下げってことでオレンジウサギにしていただいて、もうずれないように、はい、オレンジウサギのお面つくと思うから、ああなるほど、あれいいですね、うん、あれ結構いいキャラクターですよ、あれ手書きで書かれたなんかで使おうかなと思ってますもんだって今年ウサギ年じゃないですか、あそうね、うん、はい、よろしくお願いします、てか言って自分だってオレンジ着てるじゃないですか、ちゃんと気使ってるんやん、だってさ入っていきなりさこんなところに中日ドラゴンズのシャツがあると怒るんだもん仕方ないよ、いやだって気分悪いですよ、だってそれ意味が分かる、ジャーって入ってはってなるじゃないですか、いやだって例えばこれが姉ちゃんだったとしましょう、うん、入ってすぐいきなりサトテルの、うん、シャツがここに置いてあったら、うん、はって絶対なりますよ、うん、まあでも俺、はい、高木さんにさ、はい、あの石原さんが飾ってって言われて飾ってるのに、はい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 、高木さんを侮辱してるのか、違う違う、その事情を聞いたので、うん、僕は分かりました、納得したじゃないですか、だからこれ奈々ちゃんに、ああそうですそうです、奈々、ね、ちゃんに、ああ奈々子にね、はい、ちょっと奈々子に、奈々子食べていやだからこれ何個で使いましょうよ、こんないいシャツ、ええ、だから高木さんにお気遣いいただいた、はい、この配るやつですよね、うん、これにやればいいじゃないですか、えだってそしたらで一番スポーツさんこれで流したら、うん、あ野球ファンの人が、あ
そういうことね。いや、それは石原スポーツさんは日本のプロ野球、日本を作れと。そうそうそう。だから日本のプロ野球ファンじゃないの知ってますよ。知ってますけど、もう背に腹は変えられないご時世じゃないですか。いや、別にどこのファンってことないけど、俺は。いやいやいや、違うです。日本のプロ野球の、例えば、うん、阪神タイガースのレプリカ持ってきて、うん、ちょっとやってくださいよ、あの、佐藤輝明ってコテコテにしてもらいたいんですけど、西勇輝ってやってもらいたいんですけど、とかって言った時に、うん、じゃあこれでコテコテに作って、はい、いくらですよっていうのをここに貼っとくと。そうそうそう。あ、なるほどね。そうです。じゃあ、ならいいですよ。あの我が社にもレプリカたくさんあるんでうちの寄付してレプリシャゴレプリカあちょっとこのパターンじゃないですけどね。どうしよう、88高木にしようか。いやだからもうコテコテにしないと。そんなもうあの我が道を行くテルアキみたいな、打てテルアキみたいな感じ。思いつかんそれどうやってやってるんだろう。いやいやいや、歌があるからね。まあまあそうですね。はい、まあじゃあそういうことで、ちょっと待って、全然挨拶前に盛り上がっちゃってダメじゃないですか。これ長くなっちゃうパターンになっちゃう。今日いろいろ話したいこと、時間ないって言うけどさ、話したいことたくさんあるんですから、ようやくしていかないといけないです。はい、2023年も始まりましたから、はい、頑張りましょう。お願いします。はい。